皆さんこんにちは。はい。兄貴、大変です。プルプルのタイムが出ませんでした。やむを得まい。コインが集まっちまったからな。プルプルのタイム出しは、スキップするぞ。兄貴、大名ざざみで、我々のランス力を見せつけてあげますよ。残念だったな。大名ざざみにランス力は必要ないぞ。後ろ足側に陣取って、上突きを連打だ。兄貴、しびれ穴の置く場所は、ここが採掘界ですかね。いや知らん。そもそもランスでの大名ざざみの参考動画がないからな。大名ざざみは、とにかくサークリングして、常に後ろ足側に粘着するんだ。兄貴、回避性能がないから、現役じゃない我々は、全部かわしきれませんよ。ふむ、サイドステップを2回すると、スタミナがなくなるぞ。ステップを2回するくらいなら、わざと食らうのも手だ。兄貴、大名ざざみが起こせ、スピードアップです。なんとかしてください。ふむ、とにかく顔側に出されないようにするんだ。顔側に出されると、もうタイムは縮まらないぞ。兄貴、顔側に出されちゃいましたよ。なんとかしてください。はい、やり直しい。もうタイムアップだ。マジか、途中までうまくいってたんだが、ランスで1分20秒台は無理があったか。うむ、顔側に出されないのが全てだ。奥の時に顔側にいると、1回しか攻撃できないからな。兄貴、1分40秒でフィニッシュです。我々のランス力では、1分30秒台が限界くさいですね。うむ、コインが集まったから、大名ざざみは、この辺で切り上げるぞ。プロハンが動画を上げてくれないから、目標タイムがわかりませんでしたね。さて、次は訓練所ドスガレオスだが、おそらく途中でくじけるぞ。ドスガレオスの目標タイムは、ランスで1分だ。兄貴、訓練ドスガレオスには、雑魚が出ますよ。うむ、ドスガレオスは、音爆弾がなくなると長引くからな。諦めてリセットだ。兄貴、最速タイムが出る、ランスでやっちゃっていいんですか？うむ、音爆弾が必要な敵は、面倒くさいから、何回もやってられんぞ。兄貴がルールだ。最後まで見れた方は、チャンネル登録やポチッと直していただけると、ステータスのやる気がアップします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。